いらっしゃいませ。ありがとう。
は適当に合わせておいてさ。おい、待てよ。全部出せよ。何なんだ。錦山がここに？ああ。はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。冴の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。
おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。まずいぞ。キリュウ、あれ？で、何？あ、はい。すぐそこのゲームでも、なんかいい。どんな感じだった？ええ、うつむいたまま歩いてたんで、声か。そうか。いや、ちょっとそこまでは。でも、わかった。怪しい男が幼い女の子連れてた。へえ。七福通りの駐車場のところ。ちょ。聞き込みで。は。Hurry up!
ことだお前。おお。おお。おい。酒持ってこい。おい。ち。うるせえ。酒だ。酒。おい。女の子を見なかったか。どうなんだ。すいません。どこに行った。どこかの公園とか。おお。ちょっと金持ってねえか。え、あ、さっきまで飲んでたんだけどな。お、何口もたえしてんだ、殺すぞ。おお、そんな、勘弁してくださいよ。ちょっとそこのお前、早く出しといた方が自分のためなんじゃねえか。おい、止まれ。おい、そこのお前。どう？お前だよ。何やってんだろ。無駄な体力使った。ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ、クソ、カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だ。
お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが、くそ、浅井が腕を撃たれた。
どこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちはハルカ大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな。もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか。そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。だが傷は浅い。それにあの子に。俺はここで待ってるから。分かった。
傷は大丈夫なのか。うん、おじさん本当に、うん、元気だ。分かった。うん、キリュウさん、お暇なんですか。まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。宝くじじゃ。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみ。どうしたの。はるかは携帯電話持ってるのか。持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが。さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだね。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え、うん、文通でもしてるのか。やだおじさん、メールも知らないの。さすがに遅れすぎ。何、メールって手紙のことじゃねえのか。もう大丈夫かな。おあれは待てよてめえ。ナッコつけてんじゃねえ。なんなんだ。
ありがとね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ、もう腹いっぱいになったのか、坊主。うん、何時間かしたらお母さんも戻ってくるし、もう大丈夫。どうしたの？ちょっと大丈夫？ねえってば。おじさん、どうしよう。これは食当たりじゃなさそうだな。ハルカ、急いで病院を探そう。おい、おい、この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの？おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ、大丈夫か。ここの医者ゾロイ、外人でから差別して。何、こいつら後から来たのに手術してる。アリ、無視された。アリ、アリ、クソ。見てわからんのか、今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟見捨てた。許さない。うるさい、出て行けというのはわからんのか。そう、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。なら、お前も殺してやるよ。Hush!
する。手術は終わったのか。ああ終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったがな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前ずるいやつだ。弟見殺しに。あんた。え？なんで？こいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石？ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ。気失って寝てただけだ。じゃあ世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか、久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだ。まあ 2,3 日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でもお母さん待ってるんでしょ。まあ俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃねえぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろうな。あそうだろ。うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は。ああそれなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。そうなのか。まあとにかく助かったよ。ありがとうな。しかしあんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長をされていた頃からの。そっか。まあ会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。